世界最速でご用意しましたので、こんな感じでかなりいろいろ端子がついてます。復刻シリーズと呼ばれる新しいコンセプト。今回はエミライフ室へお邪魔しました。よろしくお願いいたします。お願いします。株式会社エミライの島と申します。よろしくお願いします。はい、はい、エミライの島さんというのはもう長いお付き合いですね。はい、長いお付き合いですね。お世話になっておりますが、お願いします。今回もですね、本当にいきなりの新製品を出していただきました。ポタオデファンにはですね、ものすごい注目されるんじゃないかと思いますが、そのモデルをご紹介をお願いします。今回のヘッドホン祭に合わせてメーカーさんからご提供いただきました、世界初公開になりますピーオのポータブルオーディオプレイヤー M23 デモ機でございます。サンプルでございます。ちょっとまだ量産品と同じクオリティかが若干わからないんですけども、世界最速でご用意しましたので、今日はお客様にまずはご視聴いただこうと思ってご用意しました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。一応 M23 の性能の機能とかの特徴をちょっとお知らせ願いたいです。はい、わかりました。まず皆さんいろんなことが気になると思うんですけども、現行品の M11 プラス ESS の後継機種になります。なので M23 発売時には M11 プラス ESS はディスコンになる予定です。で、価格については日本の価格はまだ決まっておりません。で、発売時期もこの春発売しようと思ってメーカーさんもご準備いただいている状況でございますけども、まあ、ちょっとまだ未定です。で、価格については約700ドルの予定ということですので、150円かけていただいて 10% の表示で載せていただくと、まあ、大体日本の価格の、まあ、価格ゾーンっていうのが予測できるんじゃないかなと思っております。まあ、概ね今の為替のレートでいうと、今ね M11 プラス ESS とそれほどズレはないんじゃないかなというふうに思っております。で、今回の M23 いろんな特徴がありますけど、まずは SOC は従来製品同様のクアルコムのスナップドラゴン660を使っています。で、 OS は現在は Android の10バージョン10のカスタム OS を使っていますが、まあ、今後 Android OS のバージョンを12にアップグレードするという予定があって、これは現行品も含めてアップグレードする予定なので、最終的には12になる可能性もあります。で、使える、まあ、いわゆる Google のサービスは全て GMS 対応してますので、一通りお使いいただけます。あとはオフィオミュージックももちろん入ってますので、ロスレスの音源を SD カードもしくは中のストレージにいただいてご視聴いただくこともできます。で、今回の M23 と M11 プラス ES の大きな違いは DA コンバーターの銘柄が変更になっているところです。で、従来の M11 プラス ESS は ESS テクノロジーの ES9068AS を使っておりますけども、今回の M23 は AKM の旭化成さんの4191プラス4499EX のコンボダックソリューションに変更になってます。まあ、AKM さんの現行のフラッグシップのダックチップコンボになります。まあ、ですので今後 PIO の方針としては ESS のダックの製品もやるし、AKM のダックの製品もやると。で、それがこう価格帯とかお客様の想定するターゲットに合わせてバリエーションとしては複数のダックチップを並列して使っていくという予定のようなので、 AKM の応答のファンの方は今回の M23 はぜひご注目いただきたいなと思っております。で、あと背面の部分にいろいろロゴがついてるんですけども、 MQA もありますし、 THX の今回もアンプ使ってます。 THX の AAA の78のアンプ回路を搭載しています。で、その横にデスクトップモードのアイコンがあると思うんですけども、今回の M23 はデスクトップモードに対応した点も大きな違いです。下の端子のところが2系統ありまして、こちらがいわゆるデータと充電と両方できる端子で、こちらが電源を充電するデスクトップモードを使う時の端子です。で、このデスクトップモードを使っていただくと、内蔵しているリチウムイオン電池を使わずに直接中の回路をドライブする駆動することができるので、まあ、バッテリーのいたわりもできるし、長時間ご自宅でご視聴いただく時にも便利にお使いいただけます。で、加えてこのデスクトップモードの時には最大 1W の出力ができますので、ですのでほとんどの製品は余すところなく駆動しきれるのじゃないかなと思っております。
あとはお客様によっては残念だなと唯一思われるかもしれないですけども、ヘッドホンの出力端子が今回2系統に変更になってます。 3.5 ミリの出力と 4.4 ミリのバランス出力になってます。なので 2.5 ミリが、まあ、ついにというかオミットされましたので、 2.5 ミリの端子用のケーブルをお使いの方はちょっとご検討にあたってご注意いただければなと思っております。非常にこう SOC としてもだいぶ長く使ってきましたし、非常にこなれた設計になってますので、実際サイズ感もですね M11 プラス ESS とほぼほぼ一緒です。ちょっとはねボディが青みがかってるんですけど、もう完全に一緒な形状ですので、まあ、ですのでこの辺も含めて使いやすいサイズ感になってるんじゃないかなと思います。はい、という感じで M23 のご紹介でした。はい、僕は色手を入れることもなく、あの全ての特徴を語っていただくのはさすが志麻さんです。ありがとうございます。本当にですね、あのてんこ盛りで値段もそこそこで、まあ、めちゃくちゃ高いダップでもありませんし、今ダップはね少しは特に定価が質問に食われて厳しい状況なんですけど、これは値段からしてもいいところへ、まあ、ぶっ込んできたなというのが私の感想ですね。そうですね、はい、今のデスクトップモードってなんかいろいろこれから考えられることがありそうな気もしますんですが、はい、デスクトップモードの先駆けというか走りになったのは、実は東南アジアの方のオーディオファンの方々の中のオーディオの使い方として、このポータブルで使っているポータブルオーディオプレイヤーをご自宅のデスクトップオーディオ、もしくはもう据え置きのかなり豪華なオーディオシステムのトランスポートにも両方使っちゃうっていう、そういうトレンドが生まれまして、でその流れを受けて WiiO でもお客様もやっぱりそのご自宅で長時間ポータブルプレイヤーをトランスポート、もしくはプレイヤーとして音楽再生をする、楽しむよっていう、そういうトレンドができたということみたいなんですね。で、まあ、その反面長時間 USB ケーブルとかを差しっぱなしにしてポータブルプレイヤー使ってしまうと、充電がどうしても過充電になってしまう。ただ 100% の張り付いた状態で長時間使っていただくことになってしまうので、 WiiO は我々もだいぶいろいろアイデアを出しましたけども、少し前の世代から 100% 充電張り付かないように任意の値で充電する容量を制限するモードがソフトウェア的に入っていました。でこれに加えてそれをさらに発展したバッテリーもいたわるし出力も大きくするという、そういう取り組みとしてデスクトップモード、まあ今バージョン2になってますけども、まあ、これが M15S を皮切りに今回の M23 にも搭載されます。まあ、なのでちょっとまだ決めてないですけども、デスクトップモードバージョン 2.0 以降のモデルは日本ですと私どもの代理店の独自の延長保証とかバッテリーの方にさせていただくことがあるので、まあ、今回のものも順当にいけばそうなるんじゃないかなと思っております。なるほど、はい、WiiO さんは本当にユーザーさんとか取引先さんのフィードバックをですねどんどん取り入れるメーカーだと私も思ってるんですけど、はい、まあ、今回もそういうことが非常に反映されてる M23 だということですね。はい、もう非常に市場調査力とそのキャッチアップして製品に反映させるスピードが他社さんを圧倒してると、まあ言わざるを得ないっていう言い方がいいのか分かんないですけども、まあ、本当にいろんなメーカーさんですとか代理店さんの媒体さんからもう WiiO の製品開発スピードが尋常じゃなく速いという、まあ、お褒めの言葉というか、まあ、驚きの声というか、そういったものを多数いただくことが本当に去年ぐらいから増えてまいりました。今年もそうですし、まあ、去年の後半ぐらいからそうですけども、だいたい新製品が毎週最低1製品、場合によっては2製品出るというペースがずっと続いてまして、ちょっと我々もさすがに体力的に限界かなという気もするんですけども、日本のお客様にいち早くメーカーさんの製品をお届けするというのが我々の重要なミッションでございますので、今後もなるべく中国の本国と足並みを揃えていち早く日本のお客様に魅力的な新製品をお届けしたいなと思っております。未来さんとのコンビネーションとかガッチリ壊れてるなっていう印象が本当にわかるんですね。はい、もう一つ今回新製品で出展していただいたのは、はい、ネットワークプレイヤー R7 の上級機に当たるということですか。はい、R9 ですね。はいはい、R9 は前回のヘッドホン祭の時に初めて展示させていただいて、まあ、今回はその量産仕様になったものを展示させていただいてます。この R9 は、まあ、R7 を WiiO が当初発表した時に非常にこうご評判をいただきまして、これは本当オーディオファンの方だけではなくてガジェット好きな方
とかパソコン系の周辺機器がお好きな方にすごくその製品としてユニークというかアイコニックというか、まあそういったなんだろうこれっていうそういうちょっと変わった製品として最初受け止めていただいたんですけども、実際製品が出た後は R7 非常に人気をいただきまして、かなりご注文いただきました。富士アイビクスのも多く取り扱っていただいています。で、まあ、そういう中でこの R7 のシリーズの成功を受けて新しく開発したのがこちらの R9 になります。サイズは実はほぼ変わらなくて少しだけ大きいんですけども、まあ、並べちゃうとほとんど分かんないぐらいのサイズ感です。表面はクロム仕上げになってるステンレスのボディの部分と梨地のアルマイト仕上げになってるアルミニウムの部分のツートンカラー、まあ、2種類の金属を使っていて、真ん中にこう LED のラインでこの色もいろいろ変えられるようになってます。イルミの色も変えられる、はい、イルミの色も変えられます、はい、まあ、なので非常にこうデザイン性というかデスクトップをまあ彩るようなそういった魅力的な仕上げになっています。で、端子も非常に多くてですね、こんな感じでかなりいろいろ端子がついてます。すごいですね、裏も鏡面仕上げになってます、はい、すごい。そうなんです、はい、なので RCA 出力で XLR の出力もありますので一通り出力がございます、はいはい、なのでいろんな使い方がパワードスピーカーにつなげる、もしくはご自宅の別のプリアンプ、プリメインアンプにつなぐこともできますし、ネットワーク入力もここは Wi-Fi なので無線でも有線でもどちらでも使えます。あとホストの機能がついて、かつディスプレイ出力ができる USB の 3.0 の端子もありますし、 SD カードが刺さる端子もあります。あとは AV 入力端子もありますので、こちらの方を使ってディスプレイとつなげていただくってこともできます。あとは DC 入力もあるので、私ども扱っているもので例えばデフェルムオーディオの外部電源を使ってさらに音質をパワーアップさせるっていうこともできます。まあ、なので非常にこう機能面とデザイン面だけでも言うことがたくさんある製品なんですけれども、こちらの製品オーディオ的にも非常に優秀で、実はフィーオのこの直近発売するモデルの中では最も高性能なヘッドホンアンプ回路が入っています。 DAC そのものは ESS の9038 Pro が 2K と左右独立構成で入っていますけども、今回の R9 は THX の 788 Plus と呼ばれる THX とフィーオが共同開発したアンプ回路を片側4回路分入ってますので合計8回路使っています。なので出力がフィーオの製品史上最大の 7W まで出ますので、世の中的になんかこう重厚長大なフルサイズのものすごいモンスター級ヘッドホンアンプみたいなものと比べてもかなりの余裕を持った大出力が出せるという点も特徴です。なので究極のオールインワンモデルを求めの方にはこの製品はぜひご検討いただきたいなと思ってます。こちらの製品は相当少ない将来に出す予定でございますので、価格的にはこれまだちょっと日本の価格決まってないですけども、まあ、$1,500ぐらいの予定となってますので、計算していただくと大体の価格帯のゾーンが分かるのかなというふうに思っております。あ、でもネットワークプレイヤーとダックとヘッドホンアンプがくっついてるわけですから、そのお値段でもっと高いモデルって世の中にいくらでもあるので、はい、とやはりデスクトップとか最近寝室でヘッドホンで聞かれるってユーザーさんも増えてるんですけど、はい、このコンパクトさは本当に魅力ですね。そうですね、はい、今後のオーディオの一つのトレンドは従来の UPnP 的なレンダラネットワークプレイヤーとは違う Android ベースの OS を載せたネットワークプレイヤーというものが据え置き方面の世界の製品としても今後出てくると思います、まあ、ですのでフィーオ自身もそういった据え置きの、まあ、今までも R シリーズもそうですし K シリーズデスクトップの USB DAC アンプも提供してますけども、まあ、今後よりオーディオファンの方に向けた製品は今後もたくさん出てくるという予定なので、なかなか寝かせてもらえないというかいろいろ出てくると思いますけども、引き続きご注目いただければと思います。ユーザーとしてはもうめちゃくちゃ楽しみなんですね、はいはい、お忙しいですけど頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ともう一つ、はい、フィーオさんって今何でも作る印象があるんですけど、はいはい、もうそうですね、もうそういう意味でね、あと2つありますのが新しいコンセプトの製品がございます、はい、で今回のこちらの製品、これはカセットプレイヤーです。 CP13 という名前です。この製品はフィーオの復刻シリーズと呼ばれる新しいコンセプトの、今っぽい言い方で言うとレトロ可愛いっていうんですかね、レトロなものをちょっと可愛らしく作ろうと。でなんとなればこれはメーカーの担当者曰く再生してもらわなくてもいいと
これは家の飾りオブジェとか家具のような小物としてこう置いてもらってお家を彩る、まあ、そういった製品として使ってもらってもいいと。逆に言うとそういう使い方ができるようなその質感的な綺麗さとか仕上げの良さっていうことにちょっと注力した製品です。もちろん中身はこの分だけ手を抜いてますってことはもちろんなくてきっちりやらせていただいてますけども、特に今回のこの復刻シリーズは外観テイストも、まあ、いわゆるフィーヨのポータブルプレイヤーですとかアンプのようなちょっとゲーミングの方向も意識した角張った多面体のデザインからちょっと角が R がついていて角を落としてあるような触っていてちょっと柔らかい質感をイメージさせるようなそういうデザインになってるのが特徴です。今回のこの復刻シリーズは実はこれで終わりではなくてこれ第1弾なので、今後さらに復刻シリーズ第2弾第3弾と出てくるよということで、共通してるコンセプトはこのレトロ感のあるものというようなことだそうです。なるほど、はい、もうこれガジェットのめっちゃ飛びつきそうな、はい、ですよね。そうですね、まあ、こんな風に中国には平成というのはないので、はい、20世紀的なレトロですよね。中国というと多分向こうの人だと90校とか80校っていう世代の方がいらっしゃいますけど、はい、まあ、そういう人がすごい懐かしがる感じで、日本でもですねこれ若い子になんかちょっと受ける気がしないでもないですね、はい、そうですね、ちょっとしたカセットブームでもありますから。ただカセットプレイヤーがないんですよね、手軽に聞ける。そのところではなんか面白いのかなと思いますね、はい、そうですね、ちょうどあの、はい、実は新譜とかも出てるんですよね。なので私も CP13 を取り扱うにあたって、あ、そういえばカセットどうしようと、私ちょっとあの個人の話で申し訳ないんですけど、私カセットテープマニアだった時期がございまして、はいはいはい、メタルテープですとか、はい、もうかなりいろいろな一通り全部のメーカーさんの多分高級カセットテープは大体全部持ってるんです。未だに未開封のとかあるんですけども、なんか今更どうやって再生するのかなちょっと思いまして、でいろいろ見てたら実は結構タワーレコードさんとかでねお取り扱いがあって、やっぱ限定生産なんですけど、まあちょうど今来日されてるテイラー・スウィフトさんのカセットテープってのもありますし、いろいろね新譜がございますので、そういったノーマルカセットテープをちょっとね懐かしい感じもありつつ聞いていただくっていうのにすごくいいんじゃないかなと思ってます。あ、これ Z 世代の子なんか本当に面白がる製品ですね、はい、楽しいと思います、はい、ありがとうございます。最後ちょっとご紹介、まあ駆け足になっちゃうのでご紹介するのがこちらの KA11 です。これも初公開の製品です。KA の名前の通りドングル、 USB のドングルタイプの製品になってます。こちらの製品はかなり価格的にも求めやすい価格になる予定で、だいたい30ドルぐらいの予定だということなので、まあ、かなり使い勝手がいいんじゃないかなと思います。こういうコンパクトサイズながらハイレゾの音源はフルスペックで対応してますし、 DSD も再生できるぞということ でかつバスパワーで動きますよということなので、これ1本忍ばせていただければ何でもストリーミングのハイレゾ的なものも一通り聞くことができるという点も特徴かなと思います。イヤホンがある端子は3、はい、これはもう 3.5 なのみです、はい、お手軽にお使いいただけますので、はい、私もこれもアンドロイド使ってますので、はい、そういうのは考えてますけど、はい、これは良さそうですね、はい、これはあの非常に使い勝手が良くて、特にスタッフの方はねイヤホンのチェック用とかにもちょっと1本持っておくと便利なんじゃないかなと思っております。はい、これからの展開も含めてですね、今回はいろんなバリエーションがあったフィーヨさんの新製品の紹介でした、はい、今後とも期待しております。よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。